ドラゴンクエストモンスターズスーパーライト本気でやり始めたら撮影のこととか関係なくなっちゃったよ。どうも始まりました。ドラゴンクエストです。私がアストンピギンのドジャヒコでーす。そして女勇者ヨキョンでーす。動画外でも弾いたりしちゃってるんでしょ。いやもう本当に、うん、だ待ってらんねえわけよ。わかる。今でしょ、本当に。ネタ報告、ツイッターで見てるもん、私。だからそれを発信、ツイッターで発信しないとね。もう本当にやんなきゃいけないの、ちょっと撮影待っててもらっていいですかみたいなこと言ってくるから、うん。バカじゃない。スタート遅れちゃ、もうこっちはテントコ前だよっつって。何百周回ると思ってんだと。撮影帰ろうっつって。撮影のことはちょっと二の次になってて。私最近、レベルが190になりました。おお、本当に楽しい。すごい。本当に楽しくやってるっていうことなんでね。はい、今日も頑張っていきたいと思います。はい、呼んじゃおう、うん、クラゲ。あ、違う、クラゲ。いや、もうダメ、もうダメ。もう先に最初にやっちゃったから、そのパターンは、うん、もうそこで終了だな。ということで、えらい頑張ってるみたいで、はい、頑張ってるよね。はい、ということで今回もスクエアエニックスから日本の伝統と歴史ある人気 RPG シリーズドラゴンクエストモンスターズスーパーライト、スーパーゴールドマグ、スーパーゴールドマグ、イエーイ。ごめんなさい、スーパーライトじゃなかったっけ。え、言いますよ、私。もう一回やってみよう、せーの、スーパーゴロが悪い。ちょっとゴロが悪いですね、なんか。ウーピーはまだいいけど、ゴールドバーグはちょっと早めに言わないと。もう一周回ってもうわかんないですよ。一周回ってつまんないと思うんですよ。わかんなかったですな。はい、ということで。あれうん、おや、あれちょっと見えるかな、あっちの方からさ、なんかフラフラ歩いてくる人見える、見える。あ、今見えました。見えた、目視できました。あ、来た来た、目視、はい、近くなってきた。ああ、ドラクアさん。ドラクアさん、すいません、言い間違えたかもしれない。いやいやいや、ごめんなさい、ちょっとすれ違い通信にちょっと熱中したくなって。それでフラフラされてたんですか。あれですね、あっちの方のすれ違い通信。あっちの方のすれ違いですか。もしかして、それ歩きながらやっちゃいけませんね、やっぱり。やっぱね、それは気をつけた方がいいですよね。むしろやっちゃいけません。やっちゃいけないですね、プレイヤーはね。それからなんか非常にドラクアさんが疲れた感じが見えますが、何かあったんですか。ちょっとね、なんか東京のビッグなんちゃらってところで、はい、ドラゴンクエストのでかいなんかお祭りやってたんで、ちょっとだから見に行ってました。やっぱ詳しいから。ドラクアさんだからね。ね、知ってる、ジャス君やってたの。やってたの、あれで見てた、バナーで見てた。ゲーム、うん、そう、公式生放送とかもなんか他のタイトルに混じってスーパーライトがやってたみたいな、ね、あ、そうなんですね、うん、昼間にやってますよね。そう、うん、あんな、あんなピッチャーですよね。なんか巨大福引きスーパー、うん、なんかスーパーライトのブースで、はい、まあ、いつも皆さんがですね聞いてる福引きスーパーあるじゃないですか。やってますよね。あれを引くと、はい、出たモンスターの地図のポストカードがもらえる、はい、イベントとか、はい、あとなんかね、激しいおたけび選手権という。あれ、激しいおたけび。モンスターの技です。そうでしたっけ。そんな、ね、要は大声コンテストみたいな。あれを、うん、そう、あれの大きさを、はい、声の大きさを競うコンテストとかやってて、なんかスーパーライトブースはちょっとそこだけ異様に人が並んでたのか、異色な感じでしたね、やっぱり。さあ、ということで、はい、ドラクアさん、今回は今回は、はい、スーパーライトで日本のですね、はい、D 級ドラゴンクエスト10のですね、はい、神話編という、イベントが今入ってまして、はい、まあ、絶賛こちら最中なので、はい、ぜひお二人にもチャレンジして、まあ、おじさんもすでにさっきも言われた通りですけど、かなりやってるんだろう、かなりうなずいてますもん、ね、やってますけども、ちょっと苦戦してるところなんでね、ちょっとね、うん、でも今日ちょっとチャレンジして、はい、うん、その前にでもね、やっぱよきゅんちゃん、およきゅんちゃんにちょっとやってほしいところがあるんですよ。なるほど、うん、初級なんですけども、うん、初級なんで、うん、本当にもうすみません言葉悪いんですよ、うん、バカでもできる。選べ選びなさい。それでちょっとね、うん、
頑張って勝っていただきたい。はい。うん。まず、よきゅんチャレンジから、よし。感じていきたいと思います。はい。はい、じゃあ、画面変えましょう。こちらです。ドン。はい。ということで、よきゅんチャレンジでございます。はい、神話編クエストの序章。序章ね。うん。うん。まあ、序章なんでね。はい。ちょっとミッション確認をしていただいて。はい。こっち。パチッとな。はい。道具を使わずにクリア。うん、あとは直下ラウンド2以下でクリア。2以下で。うん。経過ラウンドだ、経過ラウンドね。どういうことですか、うん、要は、まあ、2ラウンド。2以下行って、はい、その、なんですかね、敵を倒す。うん。これ、うん。それが、俺はやってみればわかるね。これの、僕はちょっとね、ちょっと難しいんですけど、はい、ミッションコンプ、ダブルミッションコンプで行ってほしいなっていうのがありますね。うん。うん。よし、とりあえず助走に行くわ。助走、助走、助走間違えた。まあ助走でも合ってんじゃない？助走だよね。坂に行くわ。よし、行きましょう。はい、行きます。冒険する。冒険しろ。冒険しろ。これ、結構簡単に行けるんですよね。まあ、バカでも。なんだ、テントだ。はい。あれ、もうどうする？え？谷が。大変どうしよう。谷が。帰ろう帰ろう。あーもう。戻れない。あ。おお。もっとゆっくり出てきた。押しちゃったからね。あらやだやだ。これを2ターンでどうにかしろっていう話です。これね結構。やられたー。ちょっと待って。めっちゃだ。いけるいけるいける、大丈夫大丈夫、落ち着いて、ちょっと待って、大丈夫、いけるいけるいける、他に大丈夫、ワンパンですよ、ある足ワンパン、大丈夫です、マスをぶっぱなそう、マス一匹じゃどうしようもないもん、大丈夫大丈夫、2ターンでしょ、いけるいける、だってこれマスぶっぱなしたとこでさ、大丈夫、はい、戦おう、分かった、負け、心で負けたらもう終わりね、どうどうしよう、もうマダンテでいくしかない、いいよ、大丈夫、全然聞いてないよ。行こう行こう行こう。ガンガン行こうぜって言うでしょ。マジックバリア、いやいや、ちょっと待って。ビーム？いや、ちょっと待て。大丈夫。何？この人何？序章だよね。もしかして、戦うしか通用しないとか。あ？全然違った。待て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 、バカを言ってんじゃないよ、お前。このターンでやっつけないと。え、どうしよう。でもこれさっき聞いてなかったですよね。ミッションダブルだから。行くしかないんだよ。半減だ、ダメ。うん。どうしよう。もう。いやいやいや、もういい。いけいけ。自分の道を信じよう。マゾで全部。ほら。ミス、この子すごい。おえ、ちょっと待って、どういうこと？いやすごいレベル上げてきた、やっぱり。なんぞこれ、怖くて逃げてちゃったもん。なんぞこれ、すごい。そう、うちのこの3人の犠牲はどうなったのよ。逃げるんだからやんなよ。待って。てれー。なー、びっくりした。何も、66しか当たんなかったもん、ね。ドラコさん、これ最初びっくりしますね、やっぱね。やっぱしますね。僕、うん、もこれ何なんだろうと。これで全員できるってことですか？ん？全員、うん、誰が来ようが、うん、これで、うん、3体で来てたら終わるってことだ。うん、すいません。バカでもできる。3体は確実に殴られるの？わかんない。どうだったっけ？あ、確かにそれ試してないですね。3体できたら、うん、最初全滅じゃん。うん。じゃ、それバカですよ。だってそんなミッションないな。まあ、本当にここは序章なので、こういうお話ってことですね。そうですね。厄災。うん、ね。お救いください。はい、終わりです。いや、でも、ただいまびっくりしたー、はーい、ということで。ちょっとびっくりしたミッションクリアね。ミッションクリア。あ、見なくてもいいか。はーい。いやー、よかった。みんなびっくりしたでしょうね。びっくりした。初級じゃないのと思って。ね。ちょ、ね、初級でも女子だよね。トンドラに逃げてきましたね。うん。まあ、ああいう入り方するの珍しいので、うんね、なかなかね、新鮮ではありました。うん、新鮮でしたよ。すごい新鮮です。で、この後、はい、ね、あいつを倒しに行くんですよ、本当に。登場。うん。はい。はい、そんな感じなんですけどもね、うん、私ここの長級、うん、はい、長級回ってらっしゃるんですか、
回ってるんですけども、はい、回ってるんですけども、うん、本当の回り方、はい、本当の回り方があるんですよね、豊川さん。そうですね、うん、ちょっとした隠しな要素が入っているので、うん、ここはですね、うん、ちょっとやっぱり普通にやるとなかなか気づきにくいところなんで、はい、あのゴージャスさんはもうヒントは掴んでいるそうなので、いやネットで検索してから言う。そしたら、あ、これじゃなきゃダメなのみたいな感じだ。ちょっと、じゃあ私の端末に変えて、はい、はい、ご説明したいと思います。端末変えて、チェンジチェンジ、チェンジ。はい、っていうことで、あら、この曲、変わっ、ドラクエ1の、時の、ドワウドワウドレグリー、デレ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 ー。ね、今ねマイページで夏祭り仕様で変わってるんですよね。もうね、なんかびっくりしちゃった、この間初めて。あれ変わった時、ハッって言って、ドゥエ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 。やれよ、早く見ていただいてほしいです。いや、みんなも思ってるわけだ。そうね、まあね、うん、ね、懐かしいよね。はい、じゃあこちらなんですけども、これ長編なんですけど、はい、ミッションが私全然達成できていませんで、うんうんうん、あ、でもこれ上はいけんのか、上はまあね、頑張ればいける、頑張ればいけますんで、これ下なんです、僕欲しいのは、はい、クエストスキップ券が欲しいんですよ、はい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 、うん、これやるとね、メタル回るの楽なんでね、うんうん、なので、でもこれ5ラウンドじゃいけないんですよ。まあそもそもですね、うん、このハテナハテナハテナセっていうところがポイントで、はい、これがそもそも、うん、普通にはやったら出てこないという。先ほど言ってたやつですね。ね、はい。はてなはてなはてな線なのに、こっちのはてなはてなは使っちゃダメなんですよね。っていうのは一つの、一つ、はい、条件らしいですよね。はいはいはい。はいはい。そのはてなはてなはてなの会話がよくわからないので、あ、簡単に言うと、はい、あの、魔王系とか、そう、僕がいつも使ってるこう、ね、ダークドレアム。ダークドレアムとかは、はてな系と呼ばれてるやつなので、はい、ですよね。それをパーティーに入れないで、はい。まず、挑戦するのが条件の一つ、はい、ですよね。そしてそこに行き着くまでのやり方をちょっと教えてくれる。そうですね、まず、うん、そうですね、まずこの、まあこのという感じじゃないんですけど、ハテナを入れずに、はい、まあ今パーティーを組みましたと、はい、で中で実際冒険してる時も、はい、いろいろとやらなきゃいけないことがあると。ちょっと実践しながらいきましょうか。あ、ぜひぜひ。はい、それでは冒険する、恐怖音、恐怖音がね出たんですよ。ガチャ音がいいんですよ。このクエストって、うん、DQ10 のモンスターは結構いろいろ仲間になるんで、本当に回ってるだけでもお得なんじゃないかな。いろいろなモンスターが仲間になってます。どこでもいいですね。プスゴンにしましょうか。プスゴン。はい。はい。いいですよね。大丈夫だと思います。だから僕はあんまりプスゴンの間を回ってないので、あ、本当ですか？あれが、の場所がよくわからんと。おっと。ということで、そう。あれとは。あれとは。まあ、出たとき。はい、別に持ってくる話じゃないですか。スラニン星4ですか、私。うん、すごい。スラニンはすごい強いですよね。まあ、まずね。はい、ここです。ここですね。え、なんだなんだ、椅子が光ってる、椅子光ってる。、うん、はい、これ、これキラキラを取る？取る。とにかくですね、キラキラがもう、うん、全部取る。全部取る。というのが、はい、もう一つの条件で。なるほど。さらにもう一個条件あるんですけど、はい、それはこのフロアではない。はーい。それ誰が最初に発見したんでしょうね、それは。誰ですかね。うん、これ三つ目。はい、三つでいいのかな？大丈夫なはずですね。大丈夫なはず。で、このボスも、ポシェットかわいい。2ターン、いないですか？いや、ここはあんまり気にしなくてもいいです。ただ、そんなに強くはない、あ、どうだったっけかな。もう、なんか、毎回すぐ倒したもんで、あまり気にしたことはないですね。ちょっと怖いから私。そうですね。ミス！あ、うん、入る入る。中ボス2体を、4ターン以内かな。確か。なんで、まあ、なるべく早く倒しましょうってことですね。なんで今ってそのソードエロで挟んでるんですけど、これまあ物理攻撃が上がってるので非常に効率よく倒せてるんじゃないかなと。うん、ソードエロ、うん、来たー。
これもすぐ売ります私。はい、せっかく来たのに。一応あのすぐ補足すると転生もちゃんとするので。そうなんですね、はいはい、でもすいません、ボックスが急遽になってさあ、そしてここでこっち通路が左にできるんですよね、うん、なるほど、なるほど。オーブが、はい、そうなんですよね。もう一個2個、これで、はい、今あのキラキラトンナイで行っちゃうと、うん、ここの通路がない状態、うん、なるほど。へー、どうしようかな、ここはどうしようかな、マーリ、マリーン、はい、これも一通です。一通、これもまあささっと倒しましょう。はいはいはい、はい、まあ、Z6 刀流とかがおそらく、サポート側の方持ってると思うので、その辺で、防御力とかどんどん落としていっていくとか、そこまですごい強い敵じゃないと思います。うーん、痛い痛い痛い、仲良くしてあげてよ。マリーンは結構強そうな感じするんですよね。ですね。で、ここもありまして。これで、道具一回見てもらうと、オーブが、3つあるんですが、うん、4つ必要なんですよ。はい、すごい。で、最後の、こいつやつけここがどこにあるかっていうのを、うん、多分、ゴジュさんもご存知かと思います。はい、そうですね。ちゃんとネットになってましたね。お、強い。めちゃくちゃ強かったな。めちゃくちゃ強い。防御自体はもう全然安心できると思うんですよね。もう出ないの分かってます。で、ここまで繋がって、地図見ていただいて、はい、はい。この真ん中の下を、ちょんちょん、食べます。ちょんちょん、そうしますと、うん、はい。あら、あら、これでオーブ4つになって、はい、で、このオーブ4つあると、ちゃんと下、通路に行けるというか。今までこんな隠し通路っていうのは、あります。複雑なっていうのは、あまり記憶にはないです、ね。なんかもうちょっとわかりやすい、うん、トントンしやすいのがあります。まあでも最近いろんな、まあ、前やったスランニンのところとかに、いろんな、なんか分岐道とか、まあ、そういうのの派生みたいな感じなんかなと思ってますけど、ね。面白いですね。うん。強い。面白い。これ言われて、本当にそれこそネットで調べない、調べてない人とかは、意外に知らないんじゃないかなっていう。最初わかんなかったですね。その敵がいるって分かんなかった。来た。あ、最悪の王。最悪の王。まあ、Sターと似てるんですけど、DQ10 のバージョン 1.4 だったっけかなから、出たモンスターらしいです。まあでももうジャス君が強いんですよ、うんうん、そうですね、どんどん削っていきますが、え、なんか余裕そう。難しいんだよな。え、なんでもう倒せそうなのに。ほら、お、ほら、これがまあ通常のこのフロアのボス、はい、はいはいはい、で、一個上行くとですね、はい、まあ、そうですね、一回回復はしてる。あら、まあ、そうですね、ここで離すと、うん、はい、鍵っていうのはオーブのことですね。はい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 、もう一個できるので、隠し通路が、おーこれで、さっきのオーブ集めてないと右にしか行けないで終わりですね。で、右行ったらば、一応ゴールっていうことですね。単純に周回だけだったらそっちでもいいんですけど、へー、5ターンね。5ターン。頑張れ。ミッション目指しましょう。あの、私ちょっと言っていいですか。はいはい。ここあのコンティニューいつも2回してる。それぐらいハード。でも今日は、はい、あの地獄の騎士もあの
新星転生して、はいはいはい、もうまたパワーアップしてる、パワーアップしてるんで、今回初めてのパーティーなんで、いけるかもしれない、希望があるかもしれないですね、はい、さあこれです、うわ強っ、わっ悪そうですね、芯がつきましたね、さあここはもうそうですね、絶億刀流でどんどんパラメータ下げてみましょう、うんうん、そのまま、何ですかそのまま行っちゃって、あ、やばい、混乱しちゃったよ、今の俺と同じだよ、混乱しているこれ効かないですよね、まあ、ザキは入んないですけど、物理始めに実はでかい方なので、はい、入れてもいいと思います、この後ないです、ん、普通に通常攻撃するよりはいいと思います、あ、物理ダメージとしては入ります、物理は入る、はい、ザキは入らない、入らないです、入っちゃったらば大変なことは無理ですかね、困りですもんね、140じゃこんなに、これも初めて使う、今日はやっぱりマソパーティーにやっぱ近いんで、そうですよね、本当はね、マソじゃないからな、ガルマザードと相性がいいんですよね、マソ巻き散らしって名前私好き、まあ巻き散らしての次にかけるっていうのも、これお強い、これ回復をしたいとこですね、うん、じゃあどんどん行きましょう、なんかつかない、混乱してる場合じゃないんだ混乱してる場合じゃない、いや、使わない方がいいですね、回復に徹した方がいい、うん、まず強いな、うん、ああ、混乱してるのか、うん、なかなかハウですね、え、もう3ラウンド、え、これ待って、ちょっと待って、だって半分でしょ、半分でここまでしかやってないでしょ、無理じゃん無理じゃんみんなどうやって暮らしてんのだってハテナハテナハテナ系使わなかったらもう無理じゃん、なんでまあ今回のパーティーで言うと、うん、あの総動量で挟んでるんで、なるべくその剣技というか物理が使える、うん、中身にした方が良かったかなってところですね、なんでヘルバトラとか強豪はちょっと今回は使いづらかったかもしれない、まあただ強豪も今マス入ってるんで中ないんですよ、うん、次のマスデスカイザーさっきとかヘルバトラなんてデスカイザーかはちょっとここでは使いづらいかもしれない、マジっすか、強いと思ったんですよね、ヒゲが、ヒゲがやばい、耐えろ、おおおお、よし、回復だ、サニーは二回し脚入ってるんで、はい、まあ、結構今避けやすい状態ですね、これは僕が育てた甲斐がありましたね、うん、これあれですね、本当こんなとこ入ってなければ、うん、案外ギリギリいけたのかなと思うんですけど、ね、ただなんか全滅っていう感じにはならなそうな気は今のところしてるんですけど、マス入ってる、うん、4ラウンド、うん、あれちょっとなんかいけそうもしかしていけるかも、ワンチャンあるんじゃないですか、 おや おや気持ちいい、いいね、気持ちだよ、気持ちで勝ってる、しかしまた混乱が総動員入っちゃいましたね、何してくれてんだ気持ちでどうにか、いや本当にもうちょっとなのに、これこれでいい、輝く息、輝く光、これでいっちゃえばいいですけどね、まあ5ラウンド目指すんだったらば、もうワンちゃん狙うしかない、全員攻撃に転じるってことですか、全員系これで次ラストかな、一応まだブオンが
マソマソ。マソでいけると思う。絶対いけると思う。おー、いかまれ。今スラミンの一回攻撃しかなかった。マソマソ、ああロケー。でもすごいよ。惜しかった。とっても惜しかった。でも、うん、全滅しなかったじゃないですか、はい。そうですね、初めてノーコン、うん、そうだよね。いつもコンティニュー2回されてたんですよ、ね、2回してた。だから今のも結局混乱とか想像としてなければ削れてたとは思うんですよ、ね、うん、ですよね。なのであとはそのウスラ人がなんか3回攻撃までしてくれるところが1回しかしなかったっていう、ね、まあちょっとね、うん、運の要素がちょっと今の出ちゃったかなっていうところですよね、はい。ただ笑いの運は持ってますね。そうでしたね、面白かったですね。いやでもまず全滅しないっていう、そうですね、できたんでよかったじゃないですか、はい。あとはやっぱりそのルート的なところをジャス君が教えていただいたので。そうですね。でも今の顔見てくださいよ、うん、なんか あとちょっとだったね、残念。さあそれからですね、前々回から始まりました、はい、全6回にわたる壮大な企画ございましたね。お題先行型、何が何名に当たるかわからないプレゼントキャンペーンですね。はい、今回ね3回目になるんですけれども、うん、まあ、ジャス君がね、3個目のキーワードを、今回発表するんですね、うん。はい、まあ皆さんねキーワードの方は控えておいていただきたいなと思いますが、はい、それからですねジャス君が、うん、まあそのキーワードはホワイトボードにね、うん、文字を書いてね、うん、これから出しますんでね、うん、はい、皆さんメモっておいてくださいね、はい、と。でそのつなぎ合わせた、今までのね、ジャス君のホワイトボードに書いた文字を、うん、つなぎ合わせて、コメント欄にコメントをくださいと、うん、で正解者の中から抽選でこちらまだね数名様になってますね、うん、豪華なプレゼントをあげちゃいますと。はい、でこれねジャスカあれだね、プレゼントがどんどん増えてってるんだよね。そうですね、どんどん。え、どうした。いやダメだ。えいいダメだ。まああの前々回は GM コイン5000円分と、番組当初からいるこちらのスライムに2名でしたね。で前回がスライムのペンケースとペットボトル入れ、こちらも2名様でしたね。で今回は、今回はなんと、うん、ダメダメ言ってたけれどもドラゴンクエスト、うん、11、おこちらプレイステーション4のこちらですね、杉田氏時を求めてのプレゼントでございます。おおお、ジャス君まだある。え、まだあるんですよ。なんでダメって言うかな。あれ、いいって言われてんだから、もう一個紹介して。本番とと何やりたい。本音が出ましたね。デス君が個人的にもらうんではなくて、それ何ですか、紹介してください。これは僕のです。違うわ。はい、ということで任天堂 3DS 版のソフトも追加させていただきました。ね、こちらにジャス君とヨキュンのサインを入れていただくということですね。これもねプレゼントに追加ということで。いやすごいよね、うん、どんどん増えてくよプレゼントが、ね、ここに値段がギュッと上がったのこれ。発売したから発売したから今ね、うん、はい、さあということで、はい、応募条件としましてはやっぱり、はい、チャンネル登録、こちら必須ですからね。はい、お願いしますよ。はい、さてジャス君、はい、キーワードお願いします。はい、じゃあバンルーティーゴールドバイル。優しいっすね、本当に。ここできた。うん、もう思い浮かばない。ですね、もうあそこの部分がカットできなくなりましたね。はい、それもね、褒めてね、うん、カットしようとしてるのかな。どんな編集してんの。はい、ということで、次回は一体ねどんなプレゼントになるのか、うん、ね、そして当選者が何名に増えていくんでしょうかね、期待でございます。皆さんもね、ぜひともね、はい、ぜひともね、スーパーライトの方をダウンロードしてゴージャスに、まあ多分もう追いつけはしないと思うけど、いや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 、本当にただ頑張る分には多分いいと思います。
はい、ということで頑張ってみんなでやっていきましょう。はい、はい、ということで本日はここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。勝てないか。いや惜しかったよ。惜しかったよね。最初にマソしてればまた違ったかもしれない。だって一発さマソ間違わないでやったもんね。そうそうそう、うん、本当にマソいいですか、おたけび選手。おたけび選手。